はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、第18回目ということで、英語講座を進めていきたいと思います。間違えやすい一般動詞っていうタイトルなんですけれども、ポイントですね、今日やるところの大事なところは、このスペルが変化するよっていうところ、一般動詞で、S をつける、三単現の S をつけるっていうね、話をしましたが、前回。そこで、ちょっとパターンが違うものもあるよっていうのを前回ちょっとだけお話ししたんですが、そのパターンが違うよっていうのを今日やります。はい。なので今日は基本的にはスペル、が変わるなっていうところをずけずけやっていくだけなんで、暗記ですね、まずはね。で、あとはもう一個練習、4題持ってきましたので、一緒に見ていきましょう。はい。というわけで、綴りが変わる、スペルって綴りってことですから、スペルがちょっと違うよっていう。今までは、例えば、落ちました。ワーク、ね、働くとかいう単語があったときに、ワークってこういう綴りですね。で、これに三単現の S をつけてくださいって言ったら、これ S をつければよかったっていう、すごい単純な話だったんですけど、今回はちょっとだけね、綴りが変わるよっていうことを、覚えてほしいということです。じゃあ、どういうふうに変わっていくのかっていうことですね。それをちょっとやっておきたいと思うんですけれども、まずは この単語ですね。ハブっていうね、単語があります。HAVE、HAVE、HAVE。ね、これは持っているってことですね。とか、何々が、いるとかね。はい。いうふうな意味になります。例えば、I have a book って言ったら、私は本を持ってますっていうふうな意味になりますし、I have a sister。ね、sister ってのは、兄弟、姉妹ですけれども、姉妹ね。I have a sister って言うと、私は、姉妹がいますってことですね。はい。まあ、姉妹を持ってますって変なんで、姉妹がいますっていうふうに言ったらいいんですが、その have という単語、一般動詞ですが、これが三単現の S になった時には、haves とは言わずにですね、ここ、HA のところまで一緒で、その後、S になりますね。その後 S になります。だから HAS、ちょっと短くなるんですね。haves って言いそうになるんですけど、has っていうふうに言ってくださいね。はい、これが一つ目です。で、二つ目はですね、2、3、4、5と、これはまあ二つのパターンと言いましょうかね。S なんだけども、ちょっと、書き方変わるよっていうパターンをお伝えします。で、そのパターンっていうのは、ここに書いてあります。そうね。単語の語尾って書いてありますが、単語の、まあ、尻尾ってことですね。だから一番最後を見てくださいと。そういう時に、一番最後に S で終わるものとか、SH、これシュって言いますけどね、シュで終わるものとか、CH、チって言いますが、これで終わるものとか、最後 X で終わるものとかね。で、最後、O で終わるものとかは、ただ単に S をつけるだけじゃなくて、これをつけてください。ES。ES をつけてくださいっていうのが、この2つ目のパターンですね。はい。で、これは2、3、4、5と4つ並べてますが、はい。じゃあ見ていきましょう。まずこれ、TEACH。これ、teach っていうね、単語で教えるっていうんですね。はい。で、まあ皆さん知ってる通り、teacher っていうのはね、先生、教師っていう意味ですが、teach に er とつけて、教える人、教えるものっていうふうな意味になるので、この teach っていうのは教える。そこから来てるんですね、teacher っていう単語はね。じゃあこれを、三単現ですね、彼は教えますとかね、言いたいときには、こういうふうに、付け加えます。ここが S だけじゃなくて、E、S にしてください。ね、いいですか。で、次はですね、wash。wash。ね。子供の時なんか、wash your hands とかいうふうなね、歌なんかで覚えたかもしれませんが、これ、wash、wash、洗うっていう意味ですね。洗う。ね。洗濯機なんか、washing machine とか言ってね、洗う機械っていうことなんですが、それが、S をつけた場合どうなるかというと、三単現の S では、同様に ES になります。wash です。なんでですか？ SH で終わってるからですね。さっきの teach は CH で終わってるからですね。ここに書いてある通りです。で、次、wash ではなくて watch ですね。watch。はい。watch っていうのはこう時計って意味もありますけれども、今回、動詞で使う場合は、見るっていう意味になりますね。見る。これ、まあ、注意して見るっていう感じですかね。watch TV って言ったら、まあ、テレビを見るっていうふうな意味になりますが。じゃあ、これが三単現の S ついた場合は、あ、これ一緒ですよね。teach と watch、最後 ch で終わってるんで、この場合ももちろん es をつけてくださいということになります。はい。で、次ですね。これ、do って読むんですけれども、5番目ね。do と書いて do。
意味はするっていう意味ですね。するっていうね。するってどんなことにも使えるじゃんっていうね、思うかもしれませんが、その通りなんです。だからこの do っていうのはかなり、英語で使う可能性が高い単語です。で、これから一般動詞ね、もうちょっと難しくなっていきます。否定文とか、一般動詞の否定文とか、一般動詞の疑問文とかありますけども、実はこの do、もしくはこの do に s を、の三単現の s がついたときに、今から言うやつですね。これが非常によく出てくるので、この単語はちょっと要チェックです。覚えておいてくださいね。まあ、do はするっていうことなんですが、それを、s を、三単現の s をつけたい場合は、もちろん o で終わっているので、es にすると。ね。はい。なので、こうなります。そのまま読んだら do is っていうふうに聞こえる。do is とかね。聞こえて変なんですけど、これは do is にありません。does っていうんですね。does。ね。does。do is じゃなくて、do is でもなく、does ね。で、するっていうんです。三単現の S の時の話をしてますね。はい。じゃこれが2つ目のパターンです。で、もう1つのパターンね、中学校英語で覚えておいてほしいのが、こちらですね。この6と7のところですね。まあ、もうちょっと単語はあるんですけれども、例はね、はい、覚えておきたいと思います。どんなパターンか、ここ見てください。語尾、ね、単語の最後が、死因字プラス Y って書いてますね。子音字プラス Y。まあ、子音字ってあんまり聞いたことないかもしれませんが、子音っていうのは、あいうえお以外のものです。なので、K っていうのも、そうですし、D っていうのもそうですし、L っていうのもそうですし、あいうえお以外というふうにざっくり覚えておいてもらえばいいと思います。はい。まあ、ちなみに、あいうえおっていうのは、母音っていうふうに言いますね。はい。というわけで、ここはあいうえお以外になっているので、D は子音字ですね。子音の文字ですからね。で、その後で Y が来ている場合、あ、Y 来てる。ね。ちなみにこの、6番の単語は study、study、これで study って意味な、単語になって勉強するという意味ですね。はい。スタサプなんかね、最近すごくあれですけども、study サプリですから、study ね、勉強するためのサプリっていうかね。はい。そういうことなんでしょうね、スタサプ。ここからも来てる study。これを三単元の S をつけるときは、ちょっとややこしいんです。はい。どういうふうになっているかというとですね、これはちょっとカンペを見ますけれども、まずここの最後の Y できてますが、この Y を I に変えてください。ね。I を Y に変えて、最後 ES をつける。ね。Y を I に変えて、最後は ES をつけるということですね。かなりめんどくさいですね。この文章がね、非常にめんどくさいです。ですので、別にこれを覚える必要はないです。定期テストとかに、この Y を I に変えて ES をつけなさいっていうのが空欄補助になって、これを埋めなさいって、多分まずありえないと思います。これを覚えたって、これが書けないといけないんで、study が studies になるっていうのが書けないといけないんで、こっちの方がよほど大事です。はい。これはその、ES をつけるっていう、こちらのね、teaches とかやりましたが、こちらも同じことです。この文章がテストに出るんじゃなくて、ここが書けるかどうかがテストに出ますから、ここね、書けるかどうかが大事です。ここを覚えなくても別に構いませんので、安心してください。じゃあ、この study、もしくはこれ fly ってね、7番目書いてますが、これ飛ぶってことですね。I can fly。ね、私は飛べるとか、なんか英語で聞いたことありますが、いや、これをどういうふうに続き変わるのか見ていきましょう。Y を I に変えて ES ですから、Y を I に変える。はい、変えました。I に変えました。で、次 ES をつけるので、はい、ES。こうなるんですね。で、もう一つやっておきましょう。でもね、fly。Y を I に変えて ES をつける。はい、こういうふうになるんですね。スタディエズ？フライエズ？違うんですね、これは。発音はスタディーズ。それでいいんです。フライズ、スタディーズ。そのままでいいんです。で、普通に発音としては、スタディがスタディーズ、フライがフライズになるだけなんです。はい。だけども、綴りがちょっと面倒くさいねっていうところなんですね。はい。というわけでですね、ここまでが前半、暗記の部分になります。ここは残念ながら覚えてほしいところですね。暗記としてね。はい。特にこの ES がつくところ、IES になるところ、このあたりは要チェックです。Studies なんかね、中学校英語でよく出てくると思うので、気をつけて覚えて、まあ、何回か書いてね、綴りを覚えてほしいなと思います。はい。じゃあ次、後半の練習にもやってまいりましょう。4問だけですが、作ってみましたので、一緒にやっていきたいと思います。
で、ここに、空欄といいますかね、下線引いてますけれども、ここの中には、今日扱ったこの7個の単語のうちのどれかが入ります。ですが、主語、ね、he、kate、tom、tata、ね、というふうに入れてあるので、これ全部 I、you 以外の三人称で、かつ単数ですね。一人だけやってますね。ken and tom とかなってないですね。一人だけですね。はい。チップ&デイブズじゃないですから、単数なんで、すべて3単元のやつで処理してくださいっていう問題です。じゃあ、見てみましょう。1番目の問題。He, ほにゃらら、two books。はい。彼は2冊の本をほにゃららです。じゃあ、これどれが当てはまるかなってなったときに、まあ、2冊の本を持ってるでしょうね。1番。ね。have, 持っているって言いました。2冊の本を教える、洗う、見る、する、勉強する、飛ぶ。ね、まあ、2冊の本を勉強する、ちょっとありえそうですが、一番ありえるのはこの1番、ね、has でしょうね。というわけで、1番の答えは has です。で、気をつけてほしいのが、綴りが has、3文字になっているというところを確認しておいてください。じゃあ2番目ですね。これ、かてって綴ってますけど、kate っていうんですね。女性の名前です。kate。で、何々、dishes。dish っていうのは、お皿ですね。はい。で、これもですね、これは三単元のやつじゃないんですけども、一つのお皿じゃなくて、何枚もある皿っていうのを複数で表すときにも、実は s を使うんですね。はい。で、この時にも es って書いてますが、お皿をどうするのってことですね。さあ、ここに来るのは、お皿を持ってるのか、まあ、持ってるもありそうですが、この場合はちょっと違うよということで、でまあ、もう has 使っちゃいましたしね。お皿を教えるのか、絶対おかしいですね。お皿を洗うのか、これでしょうね。はい。washes, washes ね。はい。watches, 見る。お皿を見るだけじゃ意味ないですね。お皿をする。あ、そうか。does the washes って言ったりもしますもんね。はい。だこれ実は3と5、どちらも使えたりするんですけども、はい。で、あと、study, 勉強する、飛ぶっておかしいですね。まあ、皿を飛ばすなんかおかしいですよね。皿を勉強するのもおかしいね。はい。というわけで、これはまあ答えが2つあるんですけれども、3番、まず洗うということ、これを使うという問題にしましょう。というわけで、Kate washes ね、washes。ES をちゃんとつけるということを意識づけて、W-A-S-H-E-S にしましょう。washes dishes。washes, まあ、washes the dishes っていうね、いうふうに、こういうこともあると思いますが、まずはこの washes っていうのが ES でつけれるかっていう問題が、この狙いなので。はい、ということですね。で、次です。3番目、Tom、何々、チャイニーズですね。はい。Tom が、チャイニーズって聞いたことありますかね。まあ、中国語、もしくは中国人、中国の、などなど、いろいろ意味があるんですが、この場合は中国語としてください。中国語を何なのということですね。中国語を持ってる、教えてる、あ、教えてもありそうですね。これ、一つ以上の答えがある、ダメですね。すみません。でも中国語は洗えないし、見れないし、中国語をするっていうのもちょっと変だし、中国語を勉強する。はい、これは答えなんですね、実はね。中国語を飛ばす。これおかしいですね。はい、というわけで、2番と6番が答えになりそうです。はい、ですが、今回は6番。これを答えにしてほしいなと思います。中国語を勉強してるというふうにしてください。別にteaches でもいいんですけどね、教えてるのも。ただこの2人のね、IES になるよっていう通ずりのパターンを覚えてほしいので、ここでは studies っていうのを答えとしたいと思います。stud、ここまでは一緒なんですね。で、最後、y を i に変えて、次は、最後は es をつけるんでしたね。はい、こうです。studies Chinese。ね、studies Chinese。中国語を勉強するということです。はい。これが3番目。じゃあ最後です。4番目ですね。はい。タタ。ワンオクのね、ボーカルでもすごいかっこいいですよね。あの人の英語力なんかもすごくがっつり上がってる感じがします。どうやって勉強してるのかなと思いますが、まあ多分、時間ね、誰も見られてないところでちゃんと勉強してるんじゃないかなと思うんですよ。というわけで、タタ、何々、ホームワーク。ホームワークっていうのは、家、ホームっていうのは家で、で、ワークっていうのは、まあ、なんだかこう、作業する、働くっていうことですから、家で作業する、働くっていうのは、宿題ですね、これね。はい。皆さんも宿題ね、学校であると思いますが、宿題を、って言ったら何ですか？宿題を持ってる、宿題を教えるおかしいですね。宿題を洗うおかしいですね。宿題を見るおかしいですね。宿題をする、これでしょうね。
宿題を勉強する。宿題を勉強するとは言わないですね。はい、宿題を飛ばす。おかしいですね。はい、というわけで、ここです。does になります。does じゃないですよ。does ですね。このあたりがね、英語の発音と綴りも、難しすぎるんですけども、はい、ここが答えになります。5番の does ですね。はい、だから多分勉強すごいしてるんじゃないかなと思います。does。D-O-E-S、ね、E-S をつけるという問題でした。はい、ここまでがですね、今日の内容になります。2部制にしました。2つの場所ね、部分に分けました。まずは綴りを覚えようねというところ。そして2つ目の、練習問題、4で出しましたけれども、この、最初の主語と最後の目的語、この場合だったら2 books、2冊の本をどうなのっていうところのどうなのをちゃんと推測して、ちゃんと綴りも考えて入れる。書くことができるかっていう問題でした。はい、少しね、綴りが、なんていうんですかね、覚えられないということもあると思いますが、この動画1回だけで全て覚えようとしなくていいです。何回か問題集を繰り返しやっていく中で、スタディーズなんかね、すぐにも覚えられてくると思いますから、繰り返し繰り返し、1回で全て覚えようとしないで大丈夫です。ゆっくりやっていきましょう。英語っていうのは繰り返しの、練習で、かつ積み上げの、ね、可能なので、コツコツやっていくことが大事だと思います。はい、今日は、間違いやすい一般動詞ということでスペルの変化を覚える、回としました。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。